ちは。年配者女性の唯一の代表としてここに登壇させていただきます梅赤由紀子と申します。よろしくお願い申し上げます。私は慶応女子高等学校を約四半世紀前に卒業いたしました。でもさっき女子高生見たら制服が変わっていないので懐かしいなという思いが今非常にしています。そしてよく塾校にクラブ活動で通ってたんですけど、入った瞬間の匂いも全く25年前と変わってなくて、これがもしかしたら塾校の文化なのかなというふうに感じた次第です。ではこんなところで突然ですが、皆さん能をご覧になったことある方いらっしゃいますか？ほぼいらっしゃらないですね。では自主的に見たことのある方いらっしゃいますか？1名です。あ、2名ありがとうございます。一気に減りますね。では映画のピクサー映画インサイドヘッドっていうのをどこかしらで聞いたことがあると、または見たことあるって方いらっしゃいますか？一気に増えますね。実は能は古いもの、古典芸能、伝統芸能と言われているんですけれども、人の感情をテーマにした演劇です。インサイドヘッドという映画も確か人の脳内をテーマにした映画だったと思います。それを実は日本の能というのは650年以上前からずっと続けています。主役になるのは例えば葵の上という演目があります。葵の上という演目なんですけれども、その舞台に葵の上は出てきません。実はですね、葵の上という演目、こういう着物を下の舞台の上に置くだけで、この着物が葵の上の役どころになります。そしてそこの主役は何かというと、名前がほとんど出てこない六条の御息所という女性の嫉妬または悲しみ、これが主役になっている、そういうのが能です。能のテーマは喜怒哀楽、この4つにすぎません。出てくる出演者の生い立ちとか歴史というのはあくまでもこの感情がどういうものだったかを示すためだけのものなんです。そしてその中にもう一つ、感情というものを表現するの中に着物、装束、そして表という、よく皆さんお面って言いますよね。ここで覚えて帰ってください。表と言います。そして表は被るものではなくかけると言います。これは術をかけるという意味があるんですね。要は乗り移ってもらう、表をかけることでその役が乗り移る、そしてその人の感情を表現する、少し神事的な要素がある、これが日本文化の能楽です。ではこの能、今みたいに芸術鑑賞会ぐらいしか見たことのない方がほとんどだと思います。学校の授業にも入っていないですよね。それからもう今ですと25年前ですと、うちと関税の問題、梅若と関税の問題で完売問題という GHQ の絡んだ能の問題があったんですけれども、教科書になってましたが、今はそれも入ってません。どんどん日本文化を、そのさっきから知識というお話がありますが、日本文化の知識を得る場所が消えていっています。学びの間に今日本文化はありません。ほとんどありません。その結果、私たちにとって日本文化というのはとても遠いものになってしてしまっています。それが今何を、どのようなことが生まれているのか、今日はこの装束を通して知っていただきたいと思います。大変申し訳ございませんが、ハンガーの代わりになっていただけますか？手を広げてください、はい、はい、本来はきちんと着せたいように、はい、後ろ向いていただいていいですか、はい、手を持ってください。こんな着方は本来しないです。でも見ていただくと分かる、この刺繍全部手刺繍です。そして金箔、これも手で全部貼ってるものです。どんな感じですか？いや、重いです。重い、はい、で着てる気分はどうですか？
ちょっと心地悪いですじゃあこれが2000万の着物だと聞いたらどんな気分になりますか？いや、ちょっと脱ぎたいですね脱がせません実はこれ3年かけて作られたものです。そして今言った2000万円以上の価値のある装束です。別に2000万だからすごいねという話じゃなくて、2000万かけないともう作れなくなってしまっているという現実があるんです。なぜなら手仕事というのはとても時間がかかるものですし、一針一針縫っていくというのはすごく大変なことです。そしてそれだけじゃないです。今その道具が日本でどんどん消えていってしまっているんです。この刺繍一つ、これを縫う針、手張りの針なんですけれども、手張りを作る人は今日本で広島に一人しかいません。この手張りを作る人がいなくなってしまったら、手張りを作るという文化がなくなります。じゃあ機械で作った針でいいじゃないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、作った方の縫ってる方に聞いたら、縫って失敗した時に糸抜きますよね。抜いた時に穴ぼこがすごく残る、これが機械針だそうです。手張りだとなぜか絹の糸を傷めないで修正が効くんだそうです。だから私たちは、彼女たちは手張りのがなくなってしまったら今以上にいいものが作れなくなってしまいますとよくおっしゃってます。そしてもう一つ、これは機械織りの絹の着物なんですが、昔はこれも手織りで元の着物作られてました。昔の人、今重いって言いましたよね。なんでかっていうと、機械で織ってるからテンション強さがあって、どん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 目を詰めていくので重くなってしまうんですね。でも昔の人は手で織ってるから空気を入れて、柔らかくていい場所は柔らかいまま、強く折らなきゃいけない強度の必要な部分は強いままという形で折っていたので、今のこの装束より昔の装束の方が軽いんです。この文化も非常に難しくて、今手旗の織物の中にある一つの部品、この部品は陶器でできているんですけれども、もうこれを作っている人はいません。ですからいい風合いで着物、こういうものを織れる文化というのがだん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 消えてなくなっていってしまうと思います。そしてもう一つ、日本人独特の感性ですね、裏地です。この裏地というのは、この表の、あのいろんな職人さんたちにをリスペクトしているので、この裏地によってこの表地を傷めないようにできているんですね。ですからどん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 裏がほつれてきたら、今度はこれを張り替えて使っていきます。ですから一回すごく高いお金で買ったとしても、これは200年300年と続くだけのクオリティを持った着物になるわけです。今そういうものはほとんどできません。後でどこかでゆっくり見ていただければいいと思うんですけれども、刺繍の仕方一つ、本当によくできています。またこれ能というのは男性メインの舞台なので、男性ってごついですよね、体。女っぽくは見えないと思うんですよ。ですからこれ本当はきちんと着せると女性らしい体のラインが作れるように昔は織られてました。一つの着物を見ても日本の文化というのがどん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 、どんなに素晴らしいものかというのが分かっていただけると思うんですけれども、第二次世界大戦が終わった後に、さっきも申し上げたように、教育の中に日本の文化、考え方というのが全く入らなくなってしまったので、皆さんにとって日本文化というのは本当に外国の文化よりも程遠いものになってしまいました。でも2020年オリンピックだって言った時に、安倍総理は日本の文化をもっと皆さん知りましょうねっていうようなことを発言されてますよね。で、美しい日本ってもおっしゃってます。でもどうでしょう、実際今私たちの世代でさえどうやって日本文化が成り立っているのかをご存知な方はほとんどいません。その中で日本文化を守れと言われても、はっきり言って困るっていうのが現状だと思います。ただ本当に日本の文化というのは今とても危機に瀕していて、針一本、先ほど言った手張り一本がなくなったら、こういういい装束は作れなくなってくるし、この装束というものがなかったら、演じ手はもしかしたらどれだけいいものを待っていても相乗効果の美しいものが見せられなくなってしまうかもしれない。もうそれはもしかしたら300年後のことかもしれないけれども、今足元がどん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 崩れていっているこの現状を皆さん知ってください。
そして私は機械を否定するわけじゃないので、ぜひとも若い方たちが何かの時にこうやったら手刺繍、手仕事、そういうものをどういうふうにして残していけるんじゃないかというのがアイデアがあるんだったら、今その若い力をどうぞ私たちに手助けをしてください。そうじゃないと皆さんが生きている日本の中で、はっきり言ってしまえば絶滅危惧種のように、日本の文化の生態系というのはどん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 崩れていってしまいます。今日聞いていただいて、これ、ね、2000万じゃなくてぜひとも200万になるには、それってどうしたらいいのかなって考えていくだけでもいいと思うんですね。時間と効率ってすごく難しい問題なんですよ。昔の、お殿様はパトロンでした。自分がどれだけお金持ちで、どんだけいいものを知っていて、どれだけ素晴らしいのかをアピールするために能を多分いろんな方に見せてたんだと思います。いわゆるファッションショーでいうプレタポルテみたいなものだったと思います。だからこそいいものを作れなくなってもいいんじゃないのっていう思いは捨てていただいて、せっかくおじいちゃんおばあちゃんたちが持っていた精神とか考え方っていうのを見直すのも悪くないんじゃないかなっていうふうに考えていただけたら、私はとても嬉しいです。44歳なんですけれども、になって実はやっと能の仕事に目覚めました。大学出たての時は電通という広告代理店に入って広告について学んで、ちょっと能っていうのは私からは縁遠いんじゃないかなと思った時期もあります。また男の子じゃないので後継ぎにもなるわけじゃないし関係ないわと思った時期もあります。でも私だからできること、さっき申し上げましたけれども、人間国宝の娘には男の子だったらなれません。男の子だったら後継ぎなので間違いなくライバルです。ですけど今女性として生まれたことによって、父と人間国宝の父と話すことができて、文化をつないでいく大切さを知って、そして今何を残さなければいけないかということを考えたときに、皆さんにこういうものを知っていただいてお話しいただくチャンスをこうやっていただけたことはとても嬉しいことだと思っています。なかなか見るチャンスもないと思うので、後でゆっくり見てみてください。とてもいろんな刺繍の縫い方になっています。さすがに疲れましたよねもし興味があったら後で着たい方はおっしゃってみてください。こうやって見ていただいても光の具合で多分金の色が変わっていくと思います。舞った時、要は、踊ったってよく言いますけど、舞った時に美しく見えるように光の加減で色彩が変わるように、こういう色彩感覚も日本人にとってとても大切なものだと思っています。ぜひこういう気持ちを忘れずに、またこういうような機会をどんどん増やして、興味のなかったこと、興味のあるなかった知識を学べる機会をこれからもどんどん増やしていってください。どうもありがとうございました。